どうなんですかね、大会見てないですけど、昔はプリンさんの方がやっぱ勝ち越してくるかなって思いますけど、今回始まりました。シュートテープ、スピンセン、ルーザーズラウンド2。さあ、ふんふんやってる。そろそろ温まってくるか。さあ、この組み合わせ非常に難しいです。何が難しいって、ピカチュウの方が有利なんですけど、ピカチュウって結構すぐなんかポコされてしまうんですよね。ボルダリを持ってるヨッシー相手には、まあ、ただの攻撃系の技を振るのは一般的な有効なんですけど、弱いヨッシー使いはピカチュウの多段攻撃ということで、あ、これすごいね、しっかり踏ん張ってから反撃して前段全部ヒットバックにしてから、そうそうそう、難しいんですよね。なんか出たブロ投げ、もう素人的なあれなんですけど、やっててすごい難しい。ピカチュウ側の火力がちょっとやっぱ低いというか弱いと、ヨッシー側の火力がすぐ負けちゃって、リターン差で勝てないみたいな。しかしこの2人は何十回何百回も対戦してる間柄なんで、お互いのね、まあ、手の内はもう知り尽くしてるお2人、その手の内を知り尽くしてる2人だからこそのなんか駆け引きみたいなのもちょっと期待したいですね。踏ん張って上から空洞側になってしまって、本当にから出ておに行きたかったか。今ああいう状況見てなかった、見てなかったけど、ね、えねえだよ、踏まれてるね。おーあーっと、あーっと、あー投げれなかったのは吉川としたの唯一。おーびっくりジャンプが出てしまいましたね。さあ 92% だがストックはイーブン、大事にしたいですね。ピカチュウ側やっぱ少しダメージ与えて上げていく。まあ、ブロックがやっぱ怖いね。ブロック怖いね。高すぎますね、精度が。こういうところですよね。なんか最後の最後、あ、惜しい。ためにああ、シックさんのピカチュウ今いいプレッシャーかけ方でしたね。あーっと、ああ、おっ、うまい、ああ、逃げました、逃げました、92勝。これでまだ分からない。あ、見ている。生きるね、うん。さあ、どうした、上か。さあ、崖の方ですね。ああ、これは、うわー。すげえや。これやつに選手を取っていくと。ああ、いい試合でしたが、全体的にクリンさんの流れをコントロールしてたっていう感じの印象を持ちますね。優位に立ち回ってた、イメージ的な話ですね。A とか完全に失格的もうなんか知っててのあれですね。私もよくピカチュウプリンで失格やるとき、あの地上上を多分やります。あ、これは完全に人読みですよ。おあ、いやあれ難しいバター失格さてしっかり当てて殺していきましたね。あーっと、しかしこれはもう遅く崖を掴んで終了。さあ無敵逃げだけですが、あとは、まあ、ピカ
中はね、的にね、まあ余裕だったけど再開特有のさあ、完全にまあもう相手を知ってるからこそ慣れて、ちょっと読んでるんですね。あーっと見てる、しっかり見てからの、あれ私は確認が遅いんで、あれ見ても間に合わないんですが、やっぱ早いと確認すれば間に合うんですね。しかし、いいコンプ即死。さあ、結局さっきと同じような変化、そうですね、さっきと同じような変化。さあ、今回パーセントもいいわ。さあ、あの振り切りっていうのは怖いんですけどね。そろそろ、あーなんで今ので戻ってしまうと思った。うわー、そこで投げに行きたくなるんですよね、やっぱね。さあ、さあこれは崖つかまりの仕掛けです。さあ、ピカチュウ、カイムシンクさんの流れ、うわ同じリアクション、うん、あれ、リターン取るのはね、あの、ウルスマが一番いいんですけど、やっぱりテンパーだとあえてブローられるんですよね。やっぱリターンを求めに行った結果のあれですね、殺されてしまいます。無理やり読み合いに持ってて、ちょっとなんかディレイかけるか、そういうのがよかったかわからないが、さあ、しかし、パーセントアップが注意だが、このヨッシーは一発で押してくる。あれと思った。あー、惜しい。あ、怖い、怖い。 あ、これはジャンプがない。あった、うまい。お、さあ、これ投げれるのか。投げれた。さあ、取っていきましたね。非常に熱い現在。さあ、コメントを気をつけていきます。全く出てない。読めないんで、ちょっとありません。我々の、あの、英語読みスピードだと試合を見ていられない。さあ、これ勝った方が勝利。まず勝利第一歩、インスタン、ヨッシーがリードシフト。あ、これはジャンプがない。あ、ここはで致命的なジャンプが出ないというミス。ジャンプが出ないで技だけ出て、そのこれは魂の横ずらしが、ずらしも見てますね。これは口がだいぶ苦しい。即死級のコンボ2回くらい決めたいですね。もうこのヨッシーを島で持っていくのはなかなか、うん、ああいうのがね。さあ、死ぬ、危ない。鼻がかすってた。あ、もう少し風を待ってもよかったんだよ。あ、届くのか。あ、届いた。さすがピカチュウ、悪魔のキャラクター。あっと、さあ、どうぞ。さらにはオーバー3だと思う。さっきのジャンプでなかった実質とかすごいもったいない。あのー、おーっとーここでヒップドロップ。劇的な幕切れでしたね。